とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ようやくこの装備が出たので、使っていこうと思います。これですね。黒斑のアーマーです。アップデートの時に、追加されたやつなんだけども、もう2週間ぐらい経ったか、やっと出ました。これね、木の頂でしか出ないんですよ。あそこかタワー。全く出てなくって、ようやくね、お店で売ってましたね。やった。で、これの、スキルなんですけども、アーティファクトのクールダウンをリセットして、ポーションを周りのやつに伝える。そして、ポーションの使った時に食べ物をスポーンする。ですね。食料貯蔵か。あれがついてます。あんまり使えるやつじゃないけども、まあ、今回一番強い花火ビルド、あれ専用として、使ってもいいのではないでしょうか。見た目がこんな感じです。どうなの？どうなの？頭に何生えてるのっていう感じだけども、見た目はそんな好きじゃないね。生きたツタと、あんま変わんないんだ。あんまり変わんないね。うん。でも色的に、ツタのアーマーの方がかっこいいかな。うん、なんかちょっとダークすぎるな。はい。まあ、とりあえずこれに、エンチャント、デスバーター、そしてヘルスシナジー、サプライズギフト。これでやっていきたいと思います。では、行きましょう。それでは、行きましょう。まあ、デイリーとかではないんですけども、ここに行きますね。うん、やっぱり250で耐久がない。防具なので、多分死ぬんだよね。なので、ここで試し撃ちしていきましょう。なるほど。羽ぴょん用の花火ビルド完成したんですけども、それに比べると、やっぱ若干使いにくさはあるよね。いや、強いんだよね。強いんだけども、そうね。打ち漏らしたりした時が、クールダウンが発生せずに、どうしようもなくなるんだよね。なので、それが心配のない羽ぴょんの方が、使いやすいかな。まあ、こういう場所だったらね、結構、問題なくいけるんだけど、デイリークエストとか、どうしても敵一体を倒さなきゃいけないっていう時に困るからね。やっぱり、そうね。ハネピョンのやつの方が俺は使いやすいかな。あぶねえ！シャ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 。どんどん行きましょう。あ、でもやっぱ、強いよね。いや、全然使いやすいと思う。これで倒していけるんで。でもただ、花火が欲しい。256とかのね。弱い花火だと、やっぱどうしても、こういう状態に陥るんだよな。花火が使えないっていう状態に陥るんで。まあまあ、それの防止のためにも、ハープクロスボウと、あと花火は強化しとかないと、いけませんね。じゃあ、だいたい何体ぐらいいっぺんに倒せば大丈夫なんだろうね。多分5体ぐらいかな。5体ぐらい倒せば間に合うのかな。どんぐらい？1匹につき3秒だから、あ、いや、5体じゃ無理か。もうちょっと倒さないと、回復しないみたいですね。まあまあ行きましょう。無理になった時は普通に弓を打って、あ、まあまあそこそこのダメージにはなるよ。虚無がついててよかった。こういう時はね、虚無がついててよかったなと思いますね。ダメージがちょっとでも取れるので。あぶねえ。 OK。 あ、でもたまらない。もうちょっとで回復しそうだけども、 OK、 回復した。いける。よっしゃー。はい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 。まあまあ
問題なく使っていけますね。うん、国販。ピグリンとどっちがいいんだろうね。ピグリン、ピグリンはちょっと鍛冶屋に出してるな。あった。ピグリンあった。ピグリンが、サプライズギフトがあるのか。と、アーティファクトのダメージが 50% ついてるんだよね。花火はアーティファクトのダメージつい、いや、違うか。花火は弓のダメージ、遠距離ダメージが適用されたかな。まあどうだったかちょっとうる覚えですけども。まあ国販、ハープクロスボウの花火ビルド使うのであれば、まあまあありだとは思います。ただ、耐久力がないので、結構注意した方がいいですね。使うにあたっては、ハープクロスボウは結構強めのやつを厳選した方がいいと思います。タワーですね。263。で、もしも、花火がクールダウンできなかった場合、敵を倒せるようにしておいたらいいんじゃないでしょうか。まあ、見た目がね、そこまで好きじゃないかな。もうちょっと、なんか、デザインあったでしょと思うんだけどね。はい。ということで、今日は国販のアーマー使ってみました。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。